でもそれも2曲ぐらいしかない2曲ぐらいしか起こしてないので、そう昨日リクエストあった中から2つだけ起こしました。そうやったことない曲を。そうでもそうなるべく昨日あったリクエストの少しをね切り取ってやりました。そう作ったセットリスト。そうなんですよ、今日は何時に起きた、今日はゆっくりね8時に起きました。ゆっくり、すごいゆっくり、8時だと。そうなの、そう、それでね昨日の夜ね一人で歌ってたら喉をちょっと壊しましたそう一人で、そうなの、お家でカラオケしてたら、そうなの、喉がちょっと壊れましたそうすごい一人で熱唱してました熱唱してました自分の部屋で。すごい前髪が気になって仕方がない、今日変、やだそう熱唱してました。でも元気なんで、そうでも今日はそんな歌わないじゃないですか、だから大丈夫だと思うの踊るだけだからね、大丈夫きっと。すごいやっぱ真っ白、なんか雪に入ってきましたみたいな顔してる雪に入ってきました今みたいな。あ、いい感じじゃない、今ぐらいがいい感じ。じゃあね皆さん、愛の顔、愛はいつもなんて言うんですかね、メロディーをやってるだけじゃないですか口で。なので皆さんはお家で、ね、愛が踊ってるのと一緒に声を出して歌ってみてくださいお願いします。え、待って、今ね755でねのコメントで気づいたんだけど、メール取ってる皆さん、おはゆちゃんじゃなくておやゆちゃんって書いてたごめんなさい、おはゆちゃんですおやゆちゃん寝ることになっちゃうはい、起きてます。ペンライトあった方がいい、あ、お願いします、ぜひペンライト振ってください。あゆはピンクか白か水色です。でも3色ある皆さんはぜひ3色振ってみてください。そうですね、でもうちわとかの方が今日は見えないけど、公演とかそういうコンサートとかそういう時にはうちわとかの方が見やすいので、ぜひ皆さんうちわ持ってきてください。はい、お願いします。そろそろやろうかなね、そろそろやります。やるでもね、こっからまたね、そう作らなきゃいけないから、踊るスペースを。そう、全然ほらこれでやったら顔見えないんですよ。そう、ちゃんと AKB のねっぽいスカートをね履いたの、 AKB ですよみたいなスカート履いてるの見えるかな、ちょっとこれ、あ、いい感じじゃない。ちょっと全身はほんと見えなくて申し訳ないですよ、ないけどいいよねいいよね、ちょっとじゃあ後ろに下げて、これはどうかな、見える、あーちょっと斜めってますね、
ょっと待ってね。あ、いいんじゃない、ちょっと本当にしゃがんだら見えないけど、まあいっか。 OK。 じゃあ始めます。ちょっと待ってね、まずね曲をねちょっとね探さないといけないの、1曲ずつそうだからちょっとねつなぎが変になっちゃうけど、はい、お許しを。どれだ、あったー。はい、じゃあ行きますね、ちょっと待ってね、行きます。1曲目、あ、行きます。待ってね、次の曲流します。次はね、いきます。テテ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 テ走る時点、走る時点、さたちこぎの汗が煮える、9月のそよ風、休みの間会えずにいたら、君のことが気になってきたんだ、ただの友達と。あ、間違えた今すぐにでも君に会いたい、 Maybe Maybe 好きなのかもしれない、青い空には雲は一つもない、 Maybe Maybe 好きなのかもしれない、それが
が恋だと分かってるけど、言い訳めいび愛しくて切なくてどうにもできなくて、愛しくて切なくて僕は苦しい、好きだ好きだ好きだ、君のことがああ本当は好きだ、メイビーメイビー、そんな勇気はない、プロバブリーに近いもっと確かなもの、メイビーメイビー、そんな勇気はない、ずっとこのだな傾いでいい、はい、続いての曲なんだっけ。はい、あ、すごいコメント。次の曲いきます。ちょっと待ってね。はい、次の曲です。てて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 、カレンダーより早くシャツの袖口めくって、太陽が近づく気配、僕の腕から衣替え、青い海波不思議まで君と入りたい、裸足の水しぶきポリ揺らしながら、君が走る僕が走る砂の上、ポニーテール揺らしながら、君の笑顔僕の夏が始まる、トゥンテテンテンテテテンテテンテテ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 、触れたら幻、ポニーテールほどかないで、気になって僕は僕で走るだけ、ララ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 ラ。はい、続きまして、続きましては、続いての曲いきます。チャ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 、いつもよりもかなり早く学校に着いた朝は、教室の窓開けて空と話そうか、好きな人ができたんだ、たったそれだけのことなのに、この胸はなぜこんなに
するのだろう。今日という一日は一生の一度の今日なんだ。流れてゆく時間を無駄にできない。今新しいタイムが響く。昨日と違う音色で何かが生まれ変わるよ。ロケンフラン体育館風が吹き抜けるように一斉に伝えている。これから何をするべきか僕らの夢が始まるんだ。てってってあってんてってってあー忘れちゃった。今新しいタイムが響く。昨日と違う音色で何かが生まれ変わるよ。体育館風が吹き抜けるように一斉に伝えている。これから何をするべきか僕らの夢が始まるんだ。はい、ごめんなさい。ちょっと新しいチャイムが、はい。新しいチャイム間違えちゃった。間違えちゃった。まあ、あるよ、こういう時も。こういう時もあるよね。間違えちゃった。でも、まあ、ショールームはね、こういうね、間違えちゃう時もある、ショールームでは。ね、ある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 。あ、よく間違えちゃうもんね、この時。いつも一人前告白司会の時いつも間違えちゃう。そう、でも本番では間違えたことないんですよ、ゆう。そうなの。本番ではない。うん、そうないけど間違えちゃった。間違えちゃった。本番では、そう、新しいチャイムまで一回もあんまやってないからか、間違えたことなかったのに。なかったのに。まあ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 、ね、ショールームはこういうね、本番に強い。そんなことあるかな。でもそうなのかな、わかんないや。わかんないけど、そうだ、 MC1 は自己紹介だ。そう、昨日ね決めたんですよね。自己紹介、はい、 AKB48 チーム B の山部あゆです。はい、山部です。山部は、山部は最近はタピオカが好きなのと、タピオカが、うん、あと辛いのが食べたいくなってます最近。そう、辛いの大好き最近なので、そう、そうなの。タピオカは、うん、ゴンチャさんがおすすめです。うん、そう、キャッチレーズやってやって、キャッチレーズ、はい、愛と一緒に夢に向かって歩んでくれますか。ここで入ってお願いします。ありがとうございます。チーム B の山部あゆです。
よろしくお願いします。これです、キャッチフレーズ。そうなの、そう、辛いの大好きなの最近は。あのね、豆板醤、あ、豆板醤です豆板醤みたいな辛さが好きです。あゆは、そう、なんだろう、ああいう、なんて言うんですかね、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいんだろう、そう、唐辛子系が好き。うんそうなの。そんな感じ。あとは自己紹介、韓国系って来た、韓国系なのかな、わかんないけど、でもあれは食べれる、辛ラーメンは食べれます。そうそうですね、そんな感じで、ワンちゃんとか動物が好きで、カワウソに似てるって言われます。あとは、なんだろう、踊れなさそうに見えて意外と踊る系が好きですそうなの。あとはこう見えて、こう見えてって変か、高校2年生の17歳、あ、違う、16歳16歳まだお誕生日迎えてないので16歳なんですよ。あと、でも、でも、そんな感じかな。自己紹介難しいね、自己紹介って。たーい、はい、メロディックスさん見てください。はい、じゃあね、続きいこうかな。ちょっと自己紹介難しい、本当に自己紹介難しいちょっと待ってね。一人で納得しちゃう。はい、続きまして、ちょっと次の曲結構久しぶりにやる曲で不安なんですよ。次とかその次もなんですけど、なので、あの、皆さんちょっと温かい目でお願いいたします。本当にだいぶ久しぶりにやる曲なのそうなの。声がやばい。あ、治った。温かくお願いします。ちょっと待って、ね、今はそうちゃんとね。はい、やります。あ、上すぎた。おー、はい、やります。あ、いきます。昨日までの経験とか知識なんかにもつなった、風はいつも通り過ぎて後に何も残さない、新しい道を探す人の地図を広げるな、うせた開けた時にソロになるんだ、僕らは夢見てるか未来を信じているか、怖いもの
知らずみんな私無抵抗のまま今僕らは夢見てるが子供のようにまさらに支配された鎖は引きちぎろうチチ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 チ失敗して恥をかいて引き続いたことトラウマになってあんな思う二度とやだおかしくった大人たちチャレンジを馬鹿げたことリスク回避するように愚かな計算して何を守るの僕らは生きているか明日も生きていたいか濡れたふりしてついたかぶりで夢を見さしぶりそう僕らは生きているか命無駄にしてないかを打つことを今感じろああここがやばい全然つけさ食べた日を無駄せ誰もが右なってなさあれ初めから肩にうまくは行かねえ Stand up, yes, I 最初に戻ればもう一度ビギナー Stand up, I will 初めて開き直ってどうにか古いページは破り捨てろさあ始めようぜ三上にどうせか僕らは夢見てるか未来を信じているか無駄なの知らず身のほど知らず無抵抗のまま今僕らは夢見てるかこの子のようにまさらに支配された鎖は引きちぎろう何もできないちゃんとできないそれがどうした僕らは若いんだ何もできないすぐにできないだから僕らに可能性があるんだ羽は止んだ風が止んだ見たことのない光が差すよ今が君は生まれ変わった右なはい右なちょっと待ってね続いての曲に行きます。これ前に持ってくればいいのかな。ちょっと前に持ってきてやってみますね。続いての曲行きます。てんてん。てん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 。年の差なんて関係ないでしょイエスかノーかあなた次第だ大事なのは世間体じゃなく今のこの気持ちタクシー止めてドアが開いたら灰の引き裂きを見てI'm gonna make you mine.
ダンス曲2曲でした。すごい髪の毛が、ちょっと待ってね。はい、はい、そう、この2曲は本当にやってないので、吉政さんやってないから、だいぶやってないので不安でした。結構、はい、そう、イヤホンが外れまくってた。そう、フードがね、これついてるからね、フードに絡まって外れちゃうんですよ、結構。そうなの、後ろにやったら、で、前にやっても外れちゃうから、どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう、わかんないや。暑い。あ、そうだ、わかった、わかんない、わかんないや。そう、あんな感じ。エスケープ、うんと、ビギナーとエスケープでした。そう、ビギナーと、そうだ、ここね、そうだ、2曲サビだけできるやつやるって言ったんだ。ちょっと待ってね、そう、振り起こししたの2曲だけ、そうだ、やるって言ったんだ、2回目の MC の時やります。だから、はい、なのでリクエストした皆さんがね、見れていれば嬉しいなって思います。さあ、何が来るか、皆さんお楽しみに。2曲、何がサビだけ踊るのか、どっちから先やろう。あ、じゃあこっちから。ちょっと待ってね、これはね、検索しないと出てこない。そう、持ってないね。そう、まずは片方目から。片方目からやります。どこ、動画がこれで大丈夫かな。よし、あ、もう少ししたら流れちゃうかも。あ、流れない。あ、来る。どうも、林立てるよ、ヒューヒュー、私はあなたの彼女になりますか。ゆたずしい質問ですが、聞かせてほしい。それからあなたの彼女になれますか。夢がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。えい、サビだけできた。そう、片方1曲目がこれでした。そう、彼女になれますか。はい、じゃあ続きのもう一つちょっと調べますね。はい、待って、あー、かわいいね。映像がかわいい。でも優しい先輩の中になぜかなる怖かったりと、もしかしてコーヒーなのか、自分でも気づかなかったけど、もっと会えないって思ったら突然胸がキュンとしてきた。もしかして薬なのか、今まではノーマークだったけど、あの音を話したいって思った、あれの痛くなった。はい、抱きつこうかでした。16期生のね、曲ですね。はい、でした。はい、はあ、すごいね。
曲踊ったんだろうよ。すごい暑いよ。暑い。そう、2曲サビだけ、これね覚えました。そう、どうですか、この2曲。暑いよ、山辺は暑いです。そう、サビだけコーナー2曲だけサビを踊りました。うん、どうでした。そう、16期生の曲はね、多分そんなやることがないので結構珍しいだかなって思いますし、彼女になれますか、もチーム K の曲なので。そうですよね、やる機会はないので。熱い熱いです。はい、じゃあ続いて、そう、いきます。そう、これは盛り上がる曲かな。次は、次と、あ、次どうなんだろう、もう一曲はどうかわからないけど、次はもう絶対盛り上がると思う。はい、いきます。どこがいいんだろう、カメラの位置が難しい。あ、大丈夫？タラ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 、何がきっかけだっけ、覚えてない、僕たちが喧嘩したわけ、リイジイパリで謝らずに口きかなかった、春に別れて夏が過ぎ、もう秋が限界だね、帰られず電話をして、僕の前に君がいる、トゥ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 、きっときっと君だけなんだ、僕の愛なる同性は一人、ずっとずっとそれだけなんだ、僕の愛だる必要な人だから、やっと気づいたんだ、愛に、トゥ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 。続いての曲どれだ。ちょっと待ってね、今探してます。次の曲あった、トゥ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 
が散る。ぬっくりひらひらなう背中、そっと見送った。ここに残された私たちだって、未来へ旅立つ、あといくつの夢を見ようか。次の時代担うものたち、悔いのないように汗流そうぜ。あといくつの夢を見ようか。熱い想いこの胸に秘め、輝く季節をみんなで駆け抜けよう。トゥトゥントゥトゥントゥ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 。長かった冬が終わったら日が優しくなるよ。みんな見ていた夢だって願って始めるだろう。あの日先輩が見事に咲かせた花のように、今度は私旅立つこと、お外で何で次の枝でつぼみ回すよ。季節のチャンスはそう巡っている。旅立つことためらわないで、生きることを誇りにしながら、期待のバトンをどんどんつなげよう。トゥ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 。あといくつの夢を見ようか。次の時代担う者たち、悔いのないように汗流そうぜ。あといくつの夢を見ようか。熱い想いこの胸に秘め、輝く季節をみんなで駆け抜けよう。頑張った先広がる青い空、旅立つこと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 。暑いね。そう、あの2曲ずっとずっとと次のシーズンでした。暑い、半袖でもよかったかも、かもかも。そう、でもはい、ここの MC 何話すんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった、なんだったっけなんだっけ、あ、そうだ、討論会だ、討論会。何の討論会するんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。
何の討論会するんだっけ、忘れちゃった。でも何かの討論会します。暑い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 、なぜ人は踊ると暑くなるのかただ暑いから、まあ運動するからですよね。体を動かすから、ただそれだけです。じゃあ何しよう、どうしようかな。の討論会、討論会をするかどうかについて討論しようもうやるかやらないかの問題。じゃあなぜタピオカはあんなに美味しいのかについて討論会。いや本当に美味しいんですよ皆さんいやそう最近飲みました、皆さんタピオカ飲みましたか。そうなんか飲みました最近タピオカそうでもそうなの、まあね、まあそうですよね、賛否両論分かれるとは思うんですけど、まあね、そうタピオカ美味しいんですよ本当にあー GRE、 あー美味しいですよね、鹿のところですよねこれ討論会じゃないなただ話してるみたい。先生飲んでません、いや今すぐ飲むべきですねそうタピオカ自体にはなんか黒糖タピオカなんですよね、あれって違うのかな、多分黒糖なんですよ。そうだからそう美味しいよ。でも知ってた皆さん、タピオカってご飯1杯分のカロリーがあるみたいなんですよ。だからそうなの、ご飯もタピオカもってなっちゃうと危ないんですよ皆さん、お気をつけてくださいお気をつけてください、そこだけ。そうなの、そうなのタピオカ。でもはい、飲んでください、討論会じゃないのこれははい、あとは討論するものなんだろう。じゃあ、ゆうは何の髪型が似合うのかについてもう全然討論会じゃないけどね、そう何の髪型が似合うのか、そうなの、すごいね気になってしょうがないんですよ。ゆうあゆはあのそう池の水選抜の時は基本的にあのツインテールをしているんですけど、まあ、キツのツインテール、そう絶対のメンバーだったらあゆしかやる方いないじゃないですか多分、あとコミさんがやるかなぐらいの、そうなの、大人のメンバーさん多かったり、レイちゃんはツインテールやらないって言ってるからそうやらないと思うので、そうあゆより若いけどやらないと思うので、そうなの、あゆとコミさんだと思うんですやるとしても。そうだからあゆはあの時はそうなの、皆さんに気づいてもらいやすいようにそうツインテールをしているわけなんですけど、どうでしょうかそうなの、大家さん、あ大家さんこの間の B 公演でやっていましたね、可愛かったですよね、素敵でした大家さん。そうなの、でもあゆそうなの、公演の時とかどうしようかと思っても迷ったら下ろしちゃうんですけど、とりあえずそう迷ったら下ろしちゃうんですけどね、そうなの、だから下ろしてる時は大抵あゆが髪型迷ってる時だって思ってほしいんですけど、そうなの、
ほうなの、なのなの。そう、何がいいか分からなくて。そうなの、だから質問してしまうことが多いんですよね。そう、でもいつも参考にしてるぐらいなんですけど。そう、おろしの巻き髪、そう、巻き髪好きな方も結構いらっしゃるんですよ。そうなんですよ、嬉しいことにいっぱいいらっしゃるので、ね、巻き髪もやっていこうとは思うんですけど、顔が丸いんですよあれ顔丸いからやるともっと丸くなって、なんかそうなの、ボールみたいになっちゃうから。そうなのそうそうなの、そうだけどやりますね今度。アンケート取るって聞かれた。でも違うの、多分あゆがここにクマさんって入れたら皆さんクマさん押すと思うんです、多分。だからあゆはアンケートは取らないもう絶対にあゆはクマはやらない予定なので、そうなの皆さんそう、絶対あゆはね、そんな気がするのね、皆さんもそう思うよねそう、そう思ってる。けどあゆは、あ、けどあゆはじゃないけどあゆはじゃない、全然けどあゆはじゃないゆいりんごヘア、そう、こないだりんごヘアやるか迷ったんですよ、あゆ。そう、りんごヘアも好きですね、結構。そう、結局何が皆さん似合うのかが分からなくて、そうなの、教えてほしいなって思います。巻き髪かストレート系、まずじゃあそこかな。あ、そこどうなんだろう、あんま巻きやらないから見たことないか、あんまり。そう、でも髪の毛を、そう、あのね、一時期長かったんじゃないですか、前一時期じゃない、前長かったじゃないですか。そうなので、今このくらいまでもう短くなってるから、そうなの、そう、長くないんですよ長くないので、そう、長くはないなんかもう会話が変だな今日。おでこだし、絶対やらないよ絶対やらないよ。メールでしか送らない、多分おでこ出してんのね。メールじゃ時々聞きますもんね。なのでぜひ皆さん、おでこ出しのあゆを見たい方、メールで時々送ってるのでメール読んでくださいはい、お願いします。はい、じゃあ次の曲いこうかなちょっと難しかった、このお題も。難しいお題しか言う作ってないや今日。はい、じゃあやります、次の曲いきますはい、せっかくのチャンスだからさ、
誰もやっていないことをしよう、好奇心こそ新しい風だ。池の水を抜かせてくれないか、きっと発見があるだろう。僕らにとってみたこともない、世界いつもそこにあった。日常で忘れてる大事なものね、この近くに引けばないかい。たふうてて、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 池の水を抜かせてくれないか、きっと発見があるだろう。僕らにとってみたことのない世界、いつもそこにあった日常で忘れてる大事なもの ねでも一度くらいねえ、池の水を抜きたいと思うだろう。てて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 、はい、池の水を抜きたいでした。そう、そう、池の水を抜きたい。お、いい歌よね。だって嬉しい。うん。そう、池の水でした。そうなの。前、この間の、そう、池袋サンシャインシティさんで初めて皆さんの前では披露したのかな。そうなの。そうなの。そう、ぜひノーウェイマンも発売されたということで、そう、このね、池の水選抜の楽曲は全タイプに収録されているので、ぜひどの CD もね、さ、どの CD でもお手に取ったら聴けるので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、お願いします。そう、そしてね、次が最後の曲になるんですけど、ちょっとね、イヤホンが危ないと思うの、外れると思うんですよ。どうしたらいいかなどうしよう、イヤホン外れる、そう、まあ、しょうがないか、外れちゃったらしょうがない。そう、リクアワの投票権も入っているので、あゆはリクアワは今年はポジションにお願いしたいなと思っていて、そうなの、やっぱりあゆがあのカップリングメンバーとして、そう、選んでいただいたあの楽曲の中で初めて AKB だけのメンバーで歌わせていただいた曲がポジションで、そうだったんです、ポジションだったので、その前は法定速度だったんで、いろんなグループの、そう、皆さんと歌わせていただいて、それも本当に貴重すぎる経験だったんですけど、そのポジションは、そう、 AKB だけで歌った初めての、そう、曲なので、リクアワで歌えたらいいなって思いますね。
なのでぜひ皆さんよろしくお願いします。テープで固定しようってきた。でもね、セロハンテープしかないからちょっとそれは危ないじゃないですか。かぶれると思うので、そう下手したらちょっと危ないので止めたいけど、どうしようか。絶対危ないよね、セロテープ。セロテープは絶対危ない。なしょうがないね、外れちゃったらつけよう、すぐに。どこ、ここら辺かな。あ、お、お、ここら辺じゃない。ちょっと下げるね。あ、ここら辺、あ、いい感じじゃない。撮ったらね、音が聞こえなくて何も踊れなくなっちゃうんですよ。はい、そう、はい、じゃあ弾きます。てて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 絶対に無理だって世界中の人に言われた場合、オーバー特定やんだことに何度も何度も気づいて、その度に僕は強くなっていた。一言だから簡単に決めつける場合、オーバー届かないくらいにそんなに高い場所なのかな。誰もが吐き出せる夢、へいの豆、まさかなんて豆の豆、僕は無駄の豆の豆、へへへへへ、ありえないことで片付けたく、何を信じればいいんだ、暗闇の中もう根拠なんていらない、もういい髪のこまない、何かにすがってすがってほら、やっぱイヤホン外れました。そう、最後のサビでずっとね、音何も聞こえなくてどうしようかと思った。そう、いや忘れてて、ちょっとそうなの。はい、
以上でライブは終わりです。映って映ったかな。そう、今変だったよね。そう、違う携帯に買いました。音楽や流してた方に。暑い。そう、充電切れてないんですよ。そう、切れてないけど、そう、変になったか買いました。暑いよ暑いよの歌。どうでした？もうね、そう、今日は何の曲やったっけ忘れちゃった。何の曲やったっけ。でもなんかいっぱいやったので、なんだっけ、言い訳メイビーと、言い訳メイビーと、次のシーズンってエスケープと、ビギナーと、新しいチャイムと、ノーウェイマンと、池の水を抜きたいと、センチメンタルトレインと、あと何、あとなんか歌ってる、絶対。あとはでもサビだけの曲を、なんだよ、あ、そう、ずっとずっと普通のやつでやったのと、あとはサビだけのを、あと彼女になれますかと、抱きつこうかをね、そうやりました。そう、いっぱいやった。いろんな曲をやってやりました。どうしよう、1時半になったらおしまいにしようかな。はい、あと15分ぐらいだいたいで終わりにします。間違いだって気にしない、ひたすら進むんだ。いいとか悪いとかまとめてやってみなきゃわからない、死んでもいいよいいよどんくらい、おおベイベーのノーマメ、おおおおノーマメ、おおおおノーマメ。そう、本当はね、なんだろう、そう、いろんなダンス曲入れようかなと思ったんですよ。でもちょっとね、そう、思い出すまでにちょっと時間がかかりそうすぎ、そうだったのでやめましたそう、僕たちは戦わないとかもやったことあるから、そう、風は吹いているとかも、あとうざとかもやったことあるから、やろうかなと思ったんですよ。でもちょっと無理そうでやめましたそう、やめたの。そう、ノーウェイマンはこの間のね、アンナさん公演の時に初めて披露させていただいて、そうなの、披露させていただきまして、そうなの、もうね、早くまた次も踊りたいなと思ったんですけど、公演がいつあるかわからないので、そう、踊りました。もうね、結構体力がすごいね、残ってないよ全然残ってないよ。
楽しかったよだって嬉しい、ありがとうございます。もう楽しいことが一番なのでそう楽しいことが一番なので本当に楽しかったならもう嬉しいです。それはそれは、お昼ご飯食べてください食べますね、終わったら終わったら食べるので安心してください、食べますそう皆さんもねぜひ食べてください。多分全国握手会に行ってる方も見てくださってる方いると思うんですよきっと、多分本当にね、ありがとうございます、ありがとうございます、感謝してます。なのでそうですね、その皆さん行ってなんて言うんだろう、行ってる皆さんで行ってる皆さんで、全国握手会に行ってる皆さんで、皆さんでじゃない、皆さん楽しんで来てください。あとはなんだろう、公演は今日ないですから、ないないですから、ないもんね、ないので、あとはなんだ、あとナーミンとかもね、そう今福岡にねイベントやってるのでぜひ行ってる皆さん楽しんでください。そうですね、24日の全国握手会に行けるように頑張りたいと思います。そうですね、本当に握手会とかでもそうそう、なんで来てくれないのってそう言ってくださる方が本当にいっぱいいて、すごい嬉しいなって思う反面、本当に申し訳ないなって思ってしまって、そうなんですよ。すごいね、本当に申し訳ないんですけど、そうですね、でも行けるように頑張ります。次の全国握手会に行けるように頑張ります。そう、もう密かに、そう今日も今やってるけど、そう一人全国握手会やってるけど、すごいね、そう悔しいですもん本当は。そうけどでもなんかそう、最初始めたこのね一人全国握手会始めた時も、そう時は本当に全然行けなくて、そうそれを機にこのショールームを始めて一人全国握手会っていうそう行けない時はやろうってね、そう決めてて、そうやってるんですけど、そう何かなんだろう、いけないんだったら、そうその日のね、その全国握手会に行けないんだったら、なんか自分からやってみようと思って、でショールームももう始まっていましたし、そうなのだったら一人でやってみたらいいんじゃないかと思って、そうやってみてるんですよ。どうですかどうですか皆さん、そう、なんだろう、そう待ってなんだろう、待ってても何も変わらないんじゃないかなって思って、そう何か自分から動けば何かが変わるかもしれないなっても思って、そう何か変えれていれば、ね、変わって、ね、変わることができたらいいんですけど、そう何もやらないよりはこうやって見てくださる皆さんもいるわけだし、なんだろう、ただいけないから、今日は何もなんだろう、そういうショールームとかもやらないよりはやった方がいいかなって思って、そうやってみました。そうやってるんですよ。そう感想ですね、これがあゆのそう本当に本当に申し訳ないし、いけなくて、そう自分の力不足なので、そこは本当に申し訳ないですし、でもあゆが
いてくれ、なんだろう、いないと寂しいとか、そう、いてほしいって言ってくださる方が本当に増えたのが本当に嬉しいなって、そう思います。なので、そう、なのでこれからも頑張ります。頑張ります。はい、応援してください。そうなんですよね、最近は公演も B 公演もあんまりないし、そう、アンナさんも入れ替えになっているので、今はそうなんです、公演もあんまりなかったりするので、本当にね、そうね、そう、ショールームとかも大事だなって思いますし、そう、いろいろ思います。いろいろね、よろしくお願いします。これからも、はい、お願いします。すごい真面目な話になっちゃった。ちょっとした真面目な話でした。そうですね、でも、もっともっと AKB48 のね、一員として、そうですね、中心となれるような、ね、メンバーになれるように頑張りたいと思います。たまにしかね、真面目な話え、あ、でもショールームじゃあんまりしないもんないよな。そう、メールとか、あとはメンバーの、そう、先輩方に、そう、相談に乗ってもらうことの方が多いので、そうなんですね、生、そう、ショールームじゃあんまり真面目な話しないからね。そうなんですよ、そう、でも本当にね、全国握手会行って、北海道とかもから九州とかまで、本当にいろんなところに行かせていただくわけじゃないですか。やっぱりなんだろう、小さい子とか、小さい子に限らず、なんだろう、遠くまでは行けないって方はいっぱいいるじゃないですか。そう、家の事情で行けないって方もいると思うんですよ、受験だからとか。でもその自分の住んでる県に、もしにね、近いところに出会ってたら来れたりもするじゃないですか。だから本当に全国握手会もすごいね、大切なね、そう、知っていただける、愛のことを知っていただける大切な一つの場所だと思いますし、そうなんですよ、なので、そうですね、また次のね、全国握手会から行かせていただけるように、今はできることを精一杯頑張りたいと思います。はい、なので、はい、よろしくお願いしますということで、半になるのでランキング発表して終わりにしたいと思います。13位ギャローさん、ありがとうございます。12位プクプクさん、ありがとうございます。11位翼星さん、ありがとうございます。10位サンマさん、ありがとうございます。9位 YK さん、ありがとうございます。8位ヒデさん、ありがとうございます。7位響さん、ありがとうございます。6位アスパラヤさん、ありがとうございます。5位石井哲司さん、ありがとうございます。4位コバさん、ありがとうございます。
3位カズサスガさんありがとうございます。2クマさんありがとうございます。1位トークありがとうございます。見てくださった皆さんね、すごい約7000人ぐらいの皆さん、そしてコメントや星などギフトなども本当に皆さんありがとうございます。ぜひまたショールーム見に来てください。多分明日もやると思うので、はい、見に来てね。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。